ペルシア語、ペルシア語、ペルシア語、ファールシ、ピーレサイは、イランを中心とする中東地域で話される言語。ペルシア語、ファールシー語、パールシー語とも言う。言語学的には、インドヨーロッパ語族インドイラン語派イラン語群に分類される。ペルシア語は高度な文明を持っていた古代、ペルシア帝国から現在に至るまで、イラン高原を中心に使われ属的た言語であり。 文献によって非常に古くまで系統を遡ることができる。ただし、現在のペルシア語にはアラビア語からの借用語が非常に多く、その形態は古代ペルシア語とはかなりの断絶がある。ペルシア語での名称であるファールシー、日本語での名称であるペルシア語、英語での名称であるパージアンは、いずれも現代のイランの一地方であるファールス地方、古名。 パールサに由来する。ペルシア語ではパールシーという呼称もある。ファールシーは歴史的にはアラビア語化した呼称であり、パールシーの方が古来からの発音に近いが、日常的にはファールシーが用いられる。歴史的にはダリー語という呼称も用いられてきたが、現在ではこの名称は一般にアフガニスタンのペルシア語を指す。 アフガニスタンでは1958年にダリー語が公式の言語名として定められた。それ以前は現地のペルシア語話者は自分たちの言語をファウルシーと呼んでおり、外部からもアフガンペルシア語等の呼称で呼ばれていた。タジキスタンではタジク語を公式の言語名としている。主にイランタジキスタンアフガニスタン及びウズベキスタンロシアコーカサス地方。 バーレーンイラクの一部でも話される。ボゴワ社は4600万人を超えるとされている。イラン、タジキスタンでは唯一の公用語とされ、アフガニスタンではパシュトー語と共に公用語とされている。ペルシア語は複数中心地言語の一つであり、イラン、アフガニスタン、タジキスタンでそれぞれ標準語が別個に定められている。歴史的経緯により、アフガニスタンでは ダリー語、タジキスタンではタジク語と呼ばれる。これらは現在では、それぞれの国における、ペルシア語の方言を指すが、イランのペルシア語とは、発音や語彙、聖書法などに違いがあり、別言語として扱われる場合もある。また、使用される文字も異なり、イラン及びアフガニスタンでは、アラビア文字に4文字を足し、ペルシア文字によって表記されるのに対し、タジキスタンでは、 キリル文字によって表記される。各国における使用状況としては、イランにおいては人口の51%を占めるペルシア人の母語であり、上記の通りイランの唯一の公用語である。イラン国内においても多数の方言が存在するが、テヘラン方言がほぼ標準語としての地位を確立している。タジキスタンにおいても多数派の言語であり、唯一の公用語であるが、 かつてこの地を支配していたソビエト連邦の言語であった、ロシア語の通用度も高い。タジク人は、タジキスタン国内だけでなく、ウズベキスタン南部のブーハラやサマルカンドといったオアシスの、トやフェルガナ盆地の一部などで多数派となっており、これらの地域では、住民の多くがタジク語を話す。アフガニスタンでは、首都カブールを含む北部の主要言語であり、南部の主要言語である。 パシュトー語と並立状態にあるが、首都を言語圏としている上に、パシュトー語話者のかなりが、ダリー語を話せることもあり、共通語としては、ダリー語の方が威信が高くこ使用される。ペルシア語は、時代によって、次のように、イニシエ、中、ンの三つに対別される。なお、日本では、後者二つを、中世ペルシア語、近世ペルシア語と呼ぶことが多いが、 適切な名称とは言い難い。651年にサーサーアン・アサがイスラム帝国、政党カリフ期に滅ぼされてから200年ほどの間はペルシア語の文献は残っておらず、初期言語としてはアラビア語が用いられていた。しかし9世紀にはアラビア文字でペルシア語を書くことが一般化していったと考えられている。アッバース朝の衰退に伴って9世紀末頃に、 コラーサーンに起こったサーマーン朝において、ペルシア語施策に用いられ、ここからペルシア語は文章語として栄えるようになり、フェルドスイー、オマルハイアーム、ニザーミーラに代表されるペルシア文学が花開いた。サーマーン朝においてペルシア語は行政言語として用いられるようになり、以後東イランから中央アジアにおいて次々と起こっていったイラン系の王朝もこれを踏襲した。 また、歴史、哲学などの学術書もこの言語で記された。ペルシア語は、ペルシア語の母語話者以外にも広くリンガフランカとして用いられた。10世紀以降に中央アジアを支配したトゥルク系民族は、ペルシア語を行政用語とし、ペルシア人の官僚を使用した。ガズナーサやセルジューク朝のようなトゥルク系の王朝がイランを支配しても、その状況は変わらなかった。 オスマントルコ語やチャガタイトルコン語などのトゥルク系の言語による文語が発達した後も近代までペルシア語は並存し続けた。そもそもオスマン語やチャガタイ語自体がペルシア語の強い影響を受けて成立したものだった。またティムール朝やムガル帝国は南アジアでペルシア語を公用語とした。このため現代においてもウルデュ語はペルシア語からの影響が非常に強い。こうして 10世紀から19世紀前半にかけては、イラン高原を中心に西は小アジアからメソポタミア、北は中央アジア、東はインドア大陸にかけて広がる広大なペルシア語圏が成立していた。しかしこのペルシア語圏は、ムガル帝国に代わってインドを支配したイギリスが1835年に、英語公用語とタコと中央アジアにおいてブハラハン国や、 好感度藩国を滅ぼしたロシア帝国が同じく、ロシア語を公用語としたこと、そして民族主義の勃興によって、これら地域の諸民族が現地の言葉優先して使用する傾向が強まったことから、19世紀以降を幅に縮小し、現代の使用地域となった。フェルドースイーの頃のペルシア語には、アラビア語の影響は少なかったが、時代が下るにつれて、 アラビア語からの借用語が増え、また文語と日常語の間の差が大きくなった。これに対してペルシア語の近代化の運動が行われ、1903年にはペルシア語純化のための最初のアカデミー会議が持たれた。パフラビー町の建国者であるレザーパフラビーは1928年にイラゲン語アカデミーを設立してペルシア語の近代化に努め、この過程においてアラビア語や 西洋の言語からの何千もの借用語を人工的に固有語に置き換えた。28文字のアラビア文字を基本として、さらに4文字を加えた32文字のペルシア文字で表記される。数字もアラビア語で用いられるものとは微妙に形が異なる。ジ軸語はキリル文字で表記される。近代ペルシア語、新ペルシア語の音韻は時代、地域によって異なるが、 以下に示すのは、イランにおける現代標準ペルシア語の音音である。以上のうちはタンボイン、は長母音とされ、転写するときにはとすることが多い。ただし、とは、長短の違いだけではなく質的な違いが大きい。他に二重母音がある。単語によっては、半母音の前にタンボイン、転写はが現れることがある。初期新ペルシア語は、 中期ペルシア語と同様に8つの母音を持っており、母音には、i、a、u の3つの単母音と e、a、a、o、u の5つの長母音があった。その後の音変化により、現在のイランペルシア語では、e と a、o と u の区別が失われ、タジキスタンタジク語では、i と e、u と u の区別が失われ、それぞれ母音が6つになった。一方、アフガニスタンダリー語では、 現在も八つの母音の区別を止めている。以下の表は、シンペルシア語の母音の推移をまとめたものである。平序文での語順は、主語目的語動詞のそぶ型である。名詞の複数型は単数型に、ハぁ、または、アーンを加える。アーンは、一般に、生物、特に人間に対して使うことが多いが、実際にはハーも人間に対して使われる。アラビア語からの借用語は、 アラビア語に由来する複数型を取ることがある。性は、ほぼ完全に消滅しており、代名詞にも存在しない。例えば英語の、h e shee, i t は、ペルシア語ではいずれも、うー、うーとなる。核変化は、ほぼ完全に消滅しており、代名詞にも存在しない。核を表す役割は、語順と、前置詞、後置詞が果たしている。 英語等の所有代名詞にあたるものは代名詞の設備字型で表される。設置詞は前置詞を用いる。ただし、定目的格のみ、高知詞、口実となる。名詞が形容詞、または名詞に就職される場合、就職される名詞の後ろに形容詞、名詞が来る。この際、就職される名詞は語尾に、いい。名詞が死音で終わる場合、または、u う。 名詞がボインでしまわ場合がつく。これをエザーフェという。複合名詞では就職される名詞の前に就職する名詞、形容詞が来る。監視はないが、目的語に高知詞をつけると、それは特定のものを意味する。また、不定のものを意味する設備字がある。形容詞は、英語と同様、不変化である。比較級、最上級は存在する。 動詞は、主語の数、単数、複数、認証、1認証、3認証に応じて、認証変化する。動詞には、現在語感と過去語感があり、これに、説頭時と認証語尾を加えて、様々な形を作る。現在語感からは、現在形、命令法、仮定法などが、過去語感からは、不定法、辞書にはこの形で載る、過去形、未来形、過去分子などが作られる。 ペルシア語は分析的な複合動詞が非常に多く、名詞の後ろに、カーデン、する、ソダン、なる、ザダン、打つ、ダーダン、与えるなどを組み合わせることで様々な動作を表すことできる。助動詞は動詞の前に置く。分詞と動詞を組み合わせる場合、分詞は動詞の前に来る。ペルシア語は、旧力諸語、および、キングスターニー語をはじめとするインドの諸言語に、 大きな影響を与えた。これは、中央アジアから小アジアにかけてのトゥルク継承王朝や、北、インドを支配したムガル帝国が、行政言語としてペルシア語を使用していたことによる。その後インドにおいては、イスラム教徒とヒンドゥー教徒が対立し、ヒンドゥスターニー語が、ウルドゥ語とヒンディー語に、政治的に分化するようになった。この際ヒンドゥー教圏においては、言語純化運動が進められ、 ペルシア語由来の借用語の多くがサンスクリットへと置き換えられた。一方で、イスラム教圏においては、これが行われなかったので、ウルドゥ語においてはペルシア語由来の借用語がそのまま保、された。この言語循化運動はトルコ語においても行われ、この過程で、アラビア語やペルシア語由来の単語の多くがトルコ語へと置き換えられた。しかしそれ以後もペルシア語由来の単語は多く、その一つである土地。 国を意味するスターンという語は南アジアから旧ソ連地域南部にかけて広がっている。また、アラビア語にも非常に多数のペルシア語が借用語として取り入れられた。一方、ペルシア語の長い歴史を反映して他の言語から多くの語彙を取り入れている。特にイスラーム教の公用語であるアラビア語から取り入れられた語彙が非常に多い。言語改革によって アラビア語からの語彙のいくつかはペルシア語に置き換えられたものの未だ多くの借用語が残っている他に協力書語モンゴル語ギリシア語フランス語英語などからも語彙を取り入れているペルシア語から直接日本語に借用された語は少ないがブドウやイチジクのようにペルシア語から中国語を通じて日本語に入った言葉はいくつかあるそれよりも多いのが 西洋の言語を経由して借用された語である。ただし、ペルシア語から西洋語に借用される間にトルコ語、アラビア語、ヒンディー語、ウルドゥー語などを経由している場合多く、また、ペルシア語自身がこれらの言語からの借用であることも多いため、どれをペルシア語からの借用語とするか難しいところがある。例えばタージマハルがペルシア語とされることもあるが、 タージもマハルも本来はアラビア語であり、ただしタージはさらに元をたどるとペルシア語に由来している、公文的にはヒンディー語、ウルドゥー語とも取れる。またチューリップはトルコ語に由来し、トルコ語はペルシア語の借用だが、ペルシア語での意味はターバンであり、ペルシア語でチューリップはと呼ぶ。いかに比較的問題の少ないものを挙げる。ペルシア語で土色のという意味の語が、 ウルドゥー語を経由して西洋の言語に入った。ただし本来はサンスクリット語が起源である。イランを通りアラビア語を経由しヨーロッパに入ったとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。